はい。皆さん、こんにちは。元気なおじいです。今日は12月16日、月曜日、時刻の方は18時8分です。えっ、ー、とね、弓でジ改革諮問認証、不満や要望をビシバシどうぞ。ね、えっ、ー、と、ま、皆さんが思うね、えー、諮問認証に対する不満、そして要望などありましたら、お気軽にこのコメント欄に書いてください。 ね。えー、じゃあね、ちょっとコメントを読みましょう。はい。えー、すずさんです。ありがとうね。え、おじいのように、指紋や顔認証を使ってない人は弓デジでも良いでしょうね。自分が一番不満に思ってるのが指紋認証なのでね。最近の記事でもこれを上げる人が多いし、直しきがないんでしょう。だから自分はもう買わないよね。ってことだよね。えー、っと、 おじいね、これね、あの、コメントを見て、ほえーと思って、で、今このコーナーを作りました。で、おじい全く知らないよね。で、おじいのチャンネルでは全くこういう情報が出てこないし、あの、どこにどういう不満があるのか、指紋認証機能がついてるよね。で、顔認証機能がついてるよね。で、 何が不満なのこの「不満に」って書いてあるけど何が不満なのどう不満なのその不満だ不満だ不満だってしても不満が何なのかわかんないとお弓字わからないよねだからあのブーブーってあの日本人はね、えー、もうなんていうのお腹の中でね、うん、全部しまいこんじゃうねもうってね、えー、なるんだよね、えー、何がどどのようにどうに あの不満なのか、でどうなってほしいのか、具体的な内容が元気なおじいのチャンネルにね集まれば、いやこういう声が多いよ、ねどの端末でどの機種でねバージョンがちゃんと写真の状態であるかどうかねそれでこうなんだよ、ねこういうでこういうい声がねこんだけあるよ、見てちょうだいってねせっかくあの日本語がわかるし日本の文字も読めるしね あのちゃんと分かる方があの中間にいてくれるんでねえこんなチャンスはないんだよねだからダメだダメだダメだ,だ,だ,だは分かるんだけど今のユミ出ジはセカンドで持ってもらえることを目標に頑張っておりますなので、えーまあ、メインで使えるレベルではないのはもうこれはもうあのしょうがないんだけどでもあの使えるレベルになるために皆さんの要望希望を書いていただかないと お黙ってダメだって言ってるだけでねえ、どんどん人が入れ替わる、買った人はもう買わない、で、次に情報を知らない人が弓出地を買う、で、ああ、駄目だってね、で、また知らない人が買うあの、ずっと永遠にこのエンドレスになるんで、どっかで流れを変えるためには、あのしっかりとこういう弓出地改革をしっかりとね、あの思う方があ、ここがこんな感じでこうダメで、ちょっと不満なんだよっていうのを、 思う方がみんながこういう場所で投稿してくれればねここ見てね定期的にあの登録しておいてもらってどんな声が増えてるかなとかね定期チェックしてもらうねそれがあの一つのバロメーターになるんじゃないかなとおじいはね思っておりますしまあそんなわけでね あのー、ここに書いたからといってね職座にアップデートして改善してもらえるというわけではないんだけれどもまずは弓手寺改革を始めるために何か一歩行動を起こさなければ変わらないねあ、まあ、元気なおじいとしてはね、あのー、絶対に買ってはいけない弓手寺とかねえただそういうアクセス稼いでねお墓で独り勝ちして終わりっていうね まあ、そういうやり方はやらないので、ねえー、ユミレジを本当にあの心から好きで、ねえー、興味を持って、あのー、最初にね A3 から始まった話なんで A3 プロからねな、えー、のでやっぱり見届けたいおじいと関わったからには何かしら何か変わってほしいそういう気持ちがあるんだよねなのであの拒否られたり嫌われたらもうそこはしょうがないね でもせっかく日本語の分かる担当者の方が、ね、あのいや、何も間違ったことを言ってないよおじいはってね、あいは間に入ってねちゃんとやってくれてるわけなんでね、正しい内容ね、ね言われても仕方がないようなことをやっているわけだから、結論として、お客さんとしては将軍って当たり前のことだからね、でそれを分かってるからこそあの、またろくでもないことをするのが嫁でなんで、まあ、そういうレッテルを貼られてるんで、でそれは、 今までいた人たちがやってきたことで、えー、そ内部、いろんな方がごっそり変わってるわけなんだよね、えー、なので、あのー、そこのところはね、やっぱり改,改革、ね、もう、あのー、人は入れ替わってるんで、かなり、でその流れは、弓、あのー、デジの公式チャンネルでの,はあのプレゼント発表とかね、ああいうの見てればわかるでしょ、最初にあんだけ大勢いて、いろんなスタッフがいたけど、もういないじゃん。ね であの真ん中の人はあの変わらないけどもねアシスタントが変わってるよね今回の,ねあの日本語がわかる方がねあの主任の方がいらっしゃるよね東括者の方がなので、えー、もうその中で、ね、流れを見ていけばねあ変わってるなっていうのがわかるはずなんで、えー、逆にこ,のこれをねチャンスにしてもらいたいなと思うんだよね。 で、まあ、ああの、もうめで地買わねえと思ってる人も、その、なって買わねえのかね、その不満を、あの、ぶつけてほしいんだよね。で、おじいもできるだけね、めで地の、例えば他の部分がね、こ,こが不満って言ったら、注意コメントがあったら、じゃあ、これ、じゃその、処分し、まあ、一個のもので不満を書くの作っても、あれこれで収集つかないから、だから、 この不満に対して1個こうしてね指紋認証なら指紋認証ねで他のものがあれば他のものでちゃんとカテゴリーを分けないとぐちゃぐちゃになっちゃうからね、うん、まあそんな感じでねえおじいの第一歩としては一応何か始めてみようかなと思ってますまあこれがねえどっちにどこ呼ぶかはわからないけどもねみ出地にちょっとでもねあのやっぱ良くなってもらいたいからね おじいとしては考えた結果、この指紋認証、不満がせっかくこうして出てきたんでね、あ、そうだったんだと思って、おじい全然気がつかないからね、あの、指紋認証、顔認証、つかない人なんで、あの、全く知らない。うん。で、他に誰も何にも言ってくれないんでね、だ全く気がつかない、おじいはね。うん。なので、まあそんなわけで、ね、あの、一人でも多くの方、 ねえー、こんな不満があるんだよ、顔認証についての不満があったら、あそれについてね、ちゃんと自分の使っているのは、機種は何なのか、それを正しく明記した上で、不満を述べてください、そして要望があるんだったら、こういう風になってほしいっていうね、えー、そういう具体的に書いてくれれば、あのー、ちゃんと正しい内容を開発の方にに、ね、伝えてくれると思います。ねはい、そんなわけで、今回の情報はここまででございます。 時間引っ張りたいけどね、えー、引っ張りません。終わりまーす。バイバイ。